今日開会した県議会臨時会。先月の県議選で当選した37人が午前9時前から続々と議会棟へ入りました。新人議員7人も真新しい議員バッジをつけてもらい気を引き締めていました。改めて県民目線で愚直に活動していくことがそれこそ始まるなと思っております。途中で茶が回ることのないように4年間しっかり活動していくことが、僕が議員にさせていただいた責任だと思っておりますので、4年間しっかり活動したいと思っております。身が引き締まる思いですね、地域の課題がやはりたくさんありますので、まずは地域地元へ足をもう運びまくる、そして高知県の隅々まで知る、先生というよりですね、地域の地元の代表としてしっかりと、頑張ってまいります。本当に重みを感じてます。当選させてよかったと、でまた県議会が変わったというふうに県民の皆さんに思っていただけるように頑張りたいと、改めてこう身が引き締まる思いです。今日の臨時議会では正副議長の選挙が行われ、新しい議長に自民党の広田健一さん、副議長に自民党の今城誠司さんが選ばれました。